風穴,風穴。風穴、風穴、風穴、英語名、ウィンド警部とは、洞窟の内外で生じる気温差や気圧差により風の流れが生じ、洞口、洞窟の開口部、出入り口を通じて体感的に早い待機循環がある、洞窟一形態である。風穴は、風穴や、風穴、などと読んだりするが、どちらでも間違いではない。近世頃までは、 一般的にカザーナと呼ばれていたが、明治期になり三種貯蔵風穴が全国各地に多数作ら、風穴の子が広く定着した。ただ、地域によっては明治期以降もカザーナを使っている地名もある。地域によっては伝文などからカザーナと風穴を形状や用途の違いで区している場合もあるが、全国的に見れば統一的に定義づけて区別することは適切ではない。 カルスとその環境と人々との関わりでは、人の入ることのできない、小規模のものを、風穴、ホラー穴となっているものを、風穴とも区分する。とあるが、根拠不明でおそらくある、限られた地域での伝聞と思われる。現に、滋賀県の河ザ風穴な,など、全国的にこの定義に当てはまらない例が多数、存在する。カザーナは、比較的新しい時代の火山岩、溶岩大地、 塔が広がる地域に見られる。このタイプの世界の大規模な風穴としては、ウィンドケーブ国立公園のホラー穴、アメリカ合衆国サウスダコタ州が、日本では富士山独周辺に多く存在し、著名なものとして万の風穴や、富岳風穴がある。石灰岩、カルスト地形、塔の小乳道が原因の風穴もあり、これは、周報道や、クヌンブル国立公園のウィンケーブ、 東南アジアのボルネオ島北部が挙げられる。開口説には、大雪山周辺などにも風穴は多く認められ、凍結、誘拐によって岩が割れる現象などにより風穴は発生する。ここでは、風穴に起因する永久凍土の報告がある。また、地中の空洞が高低差のある複数の開口部で地表と結ばれている場合にも風穴現象が起きやすい。冬は、 空洞内で比重が軽い暖かく空気が上方の温風穴から吹き出し、その分冷たい外気が下方の冷風穴から吸い込まれる。日光が差さない空洞内の空気と岩盤は温度が上がりにくいため夏になっても冷気が漏れ出る仕組みである。自然の洞窟だけでなく金沢城石垣のような人工空洞でも起きる。実際には日本の風穴は 溶岩トンネルによる風穴は、富士山山6や秋田駒ヶ岳、寒風山、上海山の猿穴、北、八ヶ岳、神鍋山、雲仙岳などのごく一部で指摘されているに過ぎない。日本の風穴の大半は、外水が崩落した岩屑や、岩海斜面などの堆積物の隙間からできているものが、ほとんどである。日本の風穴ではこれを、外水型風穴と名付けている。 夏季に火砲で冷風が吹き出す。冷風穴がある一方、冬季には冷風穴が風の吸い込み口になり、山の髪型で煙突のように温風が吹き出すことがある。これを温風穴という。冬季には冷風穴から冷えた外気が吸い込まれ、冷風穴に近い風穴内の岩石が著しく冷却される。その蓄熱によって春から夏までの岩石の低温が維持され、 そのため、冷風穴から冷たい風が吹き出すと考えられる。風穴周辺には、風穴が作る低温環境によって寒冷な、植生体に生育する植物が出現することがある。風穴の植物が初めて記載されたのは、牧野富太郎や三好学による、長層風穴によるものが最初で、そこでは、標高200メートル程度の小ならや水ならの林の中に、苔もモモや、 午前立花、大高根原などの鉱山から鉱山帯の植物群落が見られる。三好の調査により1926年には、朝層風血高山植物群落として、富士山陸に次いで国の天然記念物に指定された。また、福島県の中山風穴では、大高根原や藍津下付、紅花一薬草などからなる、やや規模が大きい植物群落があり、 1964年に中山風血地特殊植物群落として国の天然着物に指定されている。風穴植物が天然記念物になっているのはこの2件のみである。これらは氷河期の植物のレフュージアという見解もある。稲古ザ風穴では江戸中期の宝永年間に風穴を利用した漬物小屋を作って漬物保存に利用していた。漬物は 松本城主に献上されていたと言われる。開口部が大きく有名な風穴は一部で観光名所になっている。日本では夏場でも付近が涼しいことから産地の住民に知られるようになった小さな風穴が全国に点在している。これらは野菜、漬物などの保管用に加えて明治時代に養蚕に使う蚕の卵の保存に使用された。風穴の上に建てられた。 カザナ小屋は全国に少なくとも280箇所程度あった。カザナ小屋は電気冷蔵庫が普及した大正中期以降、ほとんどは使われなくなったが、種子や酒などの保存用に再建、新設された例もある。カザナの研究者や愛好者が集まる全国サミットが開かれているほか、その研究成果をまとめた日本のカザナから霊量の仕組みと産業、観光への活用。 古今書院が2015年に刊行された。荒船、東谷風穴三種貯蔵所跡、群馬県は、世界遺産、富岡製糸場と絹産業遺産群の構成資産で、ある。富士山山六の富岳風穴、聖古川堀穴、小賀風穴などの溶岩トンネルは、古くから観光用の洞窟として著名である。北海道の円岸や、佐別火山群、寒風山、 秋田県湯沢の山関風穴、群馬県の荒船風穴、兵庫県の神田辺山、沖の岩層、長崎県の雲仙岳では、風穴が、ジオサイトになっており、ユニークな自然の価値が認められている。秋田県の長僧風穴や宮城県の材木岩、風穴、佐賀県、長野の風穴などは秘書のための公園として整備、されている。新潟県の山伏、 山風穴、浜松市の足沢風穴、香川県の高八山風穴な,などは、キャンプ場近辺のクールスポットとして注目されている。また、現在も、実用的な冷蔵倉庫として利用されている風穴が、各地にいる。稲古木風穴や、津南町の味噌の風穴、山梨県、早口町の久田湖風穴、兵庫県の神鍋山風穴な,などはいずれも、集落近傍の風穴で、 種や野菜、漬物や果実の貯蔵に利用されている。長野県長和町では、1992年に農産漁村活性化収縮化施設として、風穴を活かした天然冷蔵倉庫が新設され、特産の蕎麦の実を保存している。また、特に施設はないが、上高地だけ沢の天然クーラーや、すごろくだけ登山ルートの蒲田川さま林道沿いのお助け風、 広報用計算の平布コース2合目の風穴などは夏の登山シーズン中に登山者医療を供している。江戸時代までは大半のカイコの品種は春の孵化から6月末の産卵まで1年に一度の飼育しかできなかった。当時は桑の芽吹きに合わせて卵を部屋の中で上下させたり火鉢で温めたり冷たいところに置いたりして慎重に 温度管理を行い負荷の時期をクの芽吹きに合わせて調節していた。長野県の南安住地区では、文久年間すでに風穴に三種を保存し、負荷を遅らせる手法があったことが記録されている。慶応2年輸出したものの、過剰になって、日本に返されていた三種のうち、前田風穴に保存しておいたものを、大祖島で、海湖が大被害を受けた際に取り出して、飼育してみたところ、 一定量の眉を得ることができた。これが三種冷蔵の風穴利用の本格的な起源となったとされる。明治11年には風穴三種の製造が政府に許可され、風穴を利用した年間高い飼育が全国に広がっていった。しかし、風穴を利用した三種貯蔵は大正時代には減少し、昭和10年にはほぼゼロになった。これは大正3年に 愛知県の小池構造が開発した人工孵化技術が広がったためであった。これは産種を塩酸に浸し越年状態に至った産種を強制的に孵化する技術でった。また、風穴は一般的に交通の不便な山中にあることが多く、明治時代から冷蔵庫の利用が考えられていた。 すでに明治41年には冷蔵庫で保存した3種と風穴で保存した3種に大きな違いがないことが研究されていた。また、2011年3月11日に発生した東日本大震災では各電力会社では計画停電が実施されたが、そのため貴重な解雇の系統を電力に頼らず、冷凍保存する必要があった。そこで前田風血内に これら解雇の保存が実施された。日本語では、風が通り抜ける穴の位から別の物体が貫通することによって形成される物体状の穴を風穴と書いて風穴と読む。強力な詩とつぶきや弾丸によって壁や防具、人体などといった物体に開けられる穴は、比喩表現上風穴と呼ばれ、そのような穴を開けることを風穴を開けるということがある。また、 より抽象的な用法として、古い悪臭などの柔軟性に乏しくよどんだ空気のように閉じた価値観を別の強力な価値観、新風によって打ち破り無効化する、あるいは個室を解きほぐして柔軟性あるものに変える。そのような行いを空間が開いて、通気の良くなった状態に例えて、に風穴を開けると表現する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。